本当この胸に書いてるゲーム本当本当本当このゲーム本当このゲームおはようございます。 あとあれです。見てください、これオーバーウォッチ T シャツ。これ何かっつったら半蔵の左乳首くんから誕生日プレゼントでもらいました。この服を着て配信して胸かきむしってくれって言われた。お前苦しめって言われた。去年もオーバーウォッチの旗送ったんだ。これじゃあ、あいつは毎年あの使えそうで使えないやつシリーズ送ってくんだよ。絶対使えない。ほらこれとか送ってきた。ガチでいらん。龍拳頑張れ、当たってないぞ。あー出た出た出た。あー出た出た、なんで負けんのやつね。あーもうなんで負けんの。出た出た出た、この流れも。あーオーバーウォッチ。このゲームほんとほんと、この胸に書いてるゲームほんとほんと。全部消しちゃってんだからね。アッシュ、その逃げ道なくなる逃げ道やめてね。なんで降りたのお前、マジで。に味方に期待しちゃダメだよ。なんか期待じゃねえんだよなこれ。いや、ちょ、怒っちゃった。愛してるよ。本当は好きな4なんだけど、じゃあこれ期待じゃなくて意味分かってないの。もう訳が分からん。期待なんか1ミリもしないね。普通にゲームしろっつってんの。俺は普通にゲームしろっつってんの。あなそこにずっといたら死ぬ。お前は死ぬ。お前もう死ぬ。お前もうもうお前もうお前もうお前それ助ける。お前だから下がれっつってんの。なんでちょっと強気にバイクの意味が分からん。もうこれ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 、おっもうち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 ちょ、本当にやばい。もう本当にやばい。本当にやばい。やれる、D はやれるやれるやれる。脱がした脱がした。脱い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 。おい、これでヒールしなかったわけわかんねえからな。愛してるよ。なんか今日立つ込み多くね。キャッキリコするのマジか。なんだよそれ。なんだよ勝ってんだから。そのさ、何、いや別に否定はしていないのですが、キリコするのマジか。キショイな、なんでキショイだよ。なんかもっとキショイんすよね。オッケー、なんか死んだ。これソルジャーです。メン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 、帰ったふり。お前なんかプラチナすぐ単純だから帰ってくんだよな、こういうのね。 PG はすぐ帰ってくんだから。プラチナね、もうなんかこういうことしたらね、帰ってくんだよ。プラチナは演技に騙される。プラチナってそういうもんだから。あれ、俺ジェラどこ行った？ありがとう、素敵なマウガ最高。新衣装びっくり。ちょっとさ、あのさ、俺がちょこちょこ VTuber 化すんの何？ちょっと新衣装緊張する。毎回なるやん。ゼータにも V そろそろ出そうだよ。ゼータそういう路線でやんのかな。どうなんだろうね、時代が変わればそうなるのか。あ、でもさ、ゼータに犬いない？あのゼータ犬、ゼータ犬っていうか、なんだっけ、ゼータくん、いやいるんだよ、なんかキツネの。
俺じゃねえよじゃあチベットスナキツネのことじゃなくて違くてそういうことじゃなくて、あの普通にゼータのマスコットキャラなんかできてたぞ、東京ゲームショウでいたぞゼータくん。なんで死なしてんの、頭おかしいでしょ、もう意味がわからん、どういうことなの、もう理解ができん、これもうなんなの本当に、本当このゲーム、本当このゲーム、もうほんとバカなんじゃねえの、ほんとプラチナ出たよ、これ言うとなら自分がペイロード振ればいいじゃん、じゃねえんだよな、なんでタンクがペイロード押さなきゃいけないの、オーバータイムで散々みんながエリア広げろ広げろってタツコミしてるくせに、なんかそのさ、なんかタツコミと反してさ、じゃあそんなに文句言うなっていうのやめようね、タツコミは何だと思ってるんですか、あれ意外とちゃんとしたアドバイスですからね、耳を傾けてあげてください。男でもいい、来た、それに殺しよう、いける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 、何やってんの、もう何でも、なんで誰もいない、3人殺しちゃう、250、 OK、 よし、キリ殺した、よし、チャリや上がった、何もできないね、 OK、 俺偉っ、てか俺デス数少ねえ、ガチちゃんとやった、行くな行くな行くな、はい、よかったよかった、え、行くの、いや行きたくない行きたくない、引こう、行きたくない、行く意味がわからん、これ第3マジで、でこれでダラダラアンロックこっち取られるんでしょ、もうマジで意味わからん今の、もうマジで意味わからん、なんで行ったん、あーもうこいつらのせいで殺された、なんで行ったの、もうついていった、お前が悪いってた、これあのでもついていかなかったらなんで守らんのって言われるの、これもう俺さ、どっちの意見に寄り添ったらいいの、 A の達人くんか B の達人くんか、いつも悩まされてんだよね、今俺 A くんの達人くんに俺合わせてね今ついてったんだよ、 B くんの、じゃあ次 B くんの立ち回りにするね、あこれねあれだ、右上のやつ殺そう、大丈夫、俺これね爆発する、大丈夫爆発します、あの意味わかんない、立ち位置あの意味不明です、はい、キャスティさん意味不明です、ここでバグですね、意味不明です、バグですこれ、はい、もう意味わかんないですね今のね、アナの立ち位置本当に許しません、ちょあーもうつまらん、はい、アナさん教育です、これ二度と君のことは忘れない、愛してるよー、はい、推薦よー、そういうことなんだよね、本当に愛してる、君は本当に愛してるよー、あ、そうだ、思い出した、急になんか賢者モードになったんだけど、あれだ、俺の苦しんでる声を使ってグッズを作った人がいて、まあ非売品なんですけど、あの泣き叫ぶメルトン・マーモットくん、これですね、あああの最後投げられてチルトされてるのめっちゃかわいそうなんだよ、泣き叫ぶメルトン守っとく、え、お前コントロールでシグマ使うの好きだね、お前っていうのはお前ってメルトン3だぞ、俺はゼータディビジョンのメルトン3だぞ、だからね、ちょっと荒い立つ込みは無視だ、いって回復するつもりだったやつがたまたまソガ入って、ソガ入れだソガ入れだとかって言って、なんかテンションなんかあたかも狙ったかのように報告してんじゃないの、プラチナってそうやって身があるんですよね、小さなところでみんなもよくない、そういうのプラチナだからわかるでしょ味方回復するつもりだったのにすげえビッグソガ入って、なんかあたかも狙ったかのように V 字報告してない、みんなソガ入れたソガ入れた、え、なんでやれんの、
や本当は回復するつもりのリンだったけど。やってるでしょいつも。解像度高いですね。え、まあホシミンと一緒にやった時やったからね。うん、ホシミンと俺が一緒にあのゲームした時、俺がそれやったからね。ダメ、これ帰る。今日うまいよ。ドゥームを真面目に使えば、え、生えてきた穴、地面から。ドゥームも真面目に使えば強えんだよ。なんかファラの爆風で吹っ飛んだ。はっ、物流しちゃった。 OK、 ありがとうヒラ。1個目使った、2個目でやり、なんでバリア張ったの。お、コット今日俺上手くない。あれ、あー、なんでここまで映したの。もう何やってんの。もうなんで BOTG がトロールすんのこれ。うい、これジャガベ分かってない。スタンクばっか狙ってたらそれ意味ないですよって俺の配信だったら言われるぞ、コメント欄で。俺はよく言われてたからな。俺よく言われてたから、お前も言われろ。チキシャー、んで俺だけ助かれてないんだ、いつも。チキシャー、お前も言われてろよ。殺す。おい、えぐすぎ、この殺し方。なに、あぶね。もう移動ずっとリス死んでる、あいつ。えぐすぎる。おい、かわいそうだろこれ。やばすぎる。おい、壊れちゃったタンク。おい、敵のタンク様子分かってないからトロールしてると思ってるぞ DPS が。おい、経過すんな。おい、今のは俺とこっちの移動が悪い。クソこいつ、お前だけ出てこすぐじゃん。おいし、気持ちいい。もうゼロです、今日強いわ。いくぞー、諦めんなー。つまずくの楽しい、面白い。もう大好き、みんなもインストールした方がいい。こんな感情になるな、このゲームしかないよ。本当に大好き、オーバーウォッチが大好きでたまらない配信者で、いつもそう大好きすぎてオーバーウォッチをやっている。これはオーバーウォッチが大好きだからやってる。オーバーウォッチ大好き人間、オーバーウォッチが好きで、オーバーウォッチがなくなったらこのからの人生。あー、オーバーウォッチ、本当にこのゲームは僕をおかしくさせる。いつも僕は僕の中での特別なオーバーウォッチ。本当この胸のロゴマークが愛してるよ。バカが、お前降りろ、お前気持ちよくなりやがった、お前。ほら、アンアン言え、アンアン。あー、ちょっと待って、おー、俺が言うの。ちょ、違う、ちょ、助けて。もうなんで負けんの、もう意味がわからん。なんで、もう意味、ほんとに意味わかんない。あー、大会で不憫なことって何あったんだろう。え、罠を踏んで、なんつうの、普通大会で大活躍したらバズるはずじゃん。大会で活躍したり優勝したらバズるじゃん。俺負けてバズったんだよね。大会でとんでもねえ面白い死に方してバズったんだよね。そう、あの、勝ったとかじゃない、負けてバズった。プロ時代なんであんな運悪かったんだろう、いろいろ。
あんまこれ言うのもあれだけど、マジチームメンバーやばかったから。あの最新のやつはいいけど、本当に大昔のメンバーやばかったから。そう、 SMG11 アイアン2期、あのね、いたんだよ。これ何かっていうと、昔の、本当に昔のチームメンバーなんだけど、要はあの大会で弱キャラ使って優勝してバズりたいっていう承認欲求モンスターみたいなやつがいて、俺 SMG11 でアイアンサイト使うわっつって。アイアンサイトって何かっていうと、あのオーバーウォッチ言うとアッシュを覗き込みなしで腰打ちだけで倒すプレイングみたいな感じそれやって、俺有名なるわっつって、それやってあの前段外してごめん悪い負けたっつって、打ち負けまくって試合負けたことがある。でそいつその日にクビになった。でしかも練習中は普通に真面目にやってんの、なのに大会中なんかトロールしてんだよね。マジでムカついた、あれイカれてたね。そういう大変なんだよプロって。意外と分かんない、俺のなんかあの時代のプロってプロじゃなかったからな。時代が早すぎてまだ遊び半分でやってるやつもいたからな。バカか、撃つな撃つな、なんでパンチ食べた、お前バカじゃねえの、お前光るなよそんなとこで、お前ふざけるなよ本当に、もう本当にプラチナムカつく、もう何してんの、お撃つな撃つな撃つな、お撃て撃て撃て、撃つな撃つな、お撃て撃て、よし、めっちゃタブ見せるじゃん。いやもう俺ずっとタブキをしながら伝われ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 ってやってた俺の口からは言えない、俺の口から言ったらなんかいろんな方面から怒られるから、伝われ伝われ伝われうまーってやってた。念力念じてた。とんでもないコメント笑ったわ。嘘、とんでもないコメントある。メルトンさんへ、私は今まで負けると自分のどこが悪かったかと反省していたのですが、メルトンさんの動画を見て打席に目覚め、今では負けた試合は酒を飲みながらリプレイを鑑賞し、味方に対して入ったけど方言を画面に向かって叫んでいます。その時だけは本当に救われた気持ちになります。私に打席を教えてくれてありがとう。ダイヤ2より怖すぎしかもさ、これのもっと怖いことを教えるとさ、初めてのチャットなんだよねお前めっちゃ怖えよ、お前ガチ怖えよ。多分これネタじゃないなこれ多分ネタじゃないぞなんか結構ガチっぽいぞこれ。俺いつもオーバーウォッチやりながら妊娠しそうって言ったけど普通に生まれてたんだね普通に生まれてたね、うん、ちゃんと産んでたわ俺、出産してたわ俺、出産してます、出産済みです俺。俺の歌っていいよね。ゼロキル、お前バカオムニック、お前生きてんじゃねえぞ、人間に逆らうんじゃねえよ春日。いやマジで俺悪くない、これこいつらのせいだから負けてんの。いやこれ本気で思ってるね、俺1ミリも自分が悪いと思ったこと本当にない。俺もうこのやめろバカオムニック、てめえ逆らうなってんだこのバカオムニックが。ああ、俺がこの T シャツ見せて呪物っていうの言ってんだけどいや呪物です、いや本当に呪物です、これはマジで呪物だと思ってる俺も。これあの誕生日プレゼントでもらったんだよ、半蔵の左乳首くんっていう人、社畜決めてっからもう土日も働いてるよもうマジやばいよ、土日も働いてる。でなんか4時までゲームして朝起きるっていう、なんかあの死ぬ気でゲームしてる。もう多分死ぬ、あいつ多分死ぬ。でも毎日楽しそうだよ彼、彼なんだか楽しそう。
大丈夫、まだあいつは裸で3点倒立する元気あるから、うん、ちょっとね、みんな何言ってるか分かんないと思うけど、裸で3点倒立するから大丈夫、あいつは大丈夫、あいつは壊れてない、大丈夫大丈夫、きっと壊れてない。オムニック最高。いや本当に最近はね、あの機械も発達していて、人間というのは愚かですよね。いやもうマジか、オムニック最高、オムニック大好き。いや本当に人間と機械が共存する時代は来ると思うんですよね。てかまさに今その時だと思うんですよ。ブリゲット前出すぎ。おいオムニック最高。あーオムニック余裕だ。おらお前人間下がるな、お前スラッシュティルトデフィートってお前の脳みその中にプログラム書いてやろうか。お前はプログラム1個で死ぬんだからよ。メルトンスペル間違えそういやまずティルトが怪しい。ちょっとまずティルトが怪しい。書けないかも。ティルトデフィートは書ける。デフェアトでしょ。デフェアトデフィートかけろ。デフェアトでしょ。見慣れてますもんねじゃねえんだよじゃそういうことか。俺なんかデフィートのスペル間違えの俺見慣れてるからかそういうことか毎日画面のど真ん中にバーって出てくる。まあそれはわかるかということで今日はここまでにしておきます。定時ですね。じゃあお疲れっしょ。じゃあね。